どうしてだろうな。何してるのよ。いや、どうして、ロシア戦車はどれもこれも、一撃で撃破されてしまうんだろうか？と考えていたんだ。そんなの決まってるじゃない。ウクライナが強すぎるからよ。そうかな。ということで今回は、一撃で撃破されるロシア戦車、T-64、T-72、T-80、T-90 は、なぜ弱い？お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、最強と言われたロシアの、弱体化が止まらないんだ。ふむふむ。2022年2月24日のロシアのウクライナ侵攻が始まってから、1年が過ぎたわけだが、ロシアはウクライナに勝利を収められていないんだな。どうしてなのかしら？その原因の一つとして、ロシア戦車の構造上の欠陥に触れる声があるんだぜ。ロシア戦車の、欠陥？そんなわけで今回は、ロシアの戦車について紹介するぜ。お願いね。さて、ウクライナ侵攻に使用されているロシア軍の戦車は複数あるんだ。ふむふむ。現在は T-64、T-72、T-80、T-90 が投入されているんだぜ。何それ？スターウォーズのポンコツの仲間かしら？それは、C-3PO だろわら、話がそれたが、T-72 は1972年から旧ソ連軍に配備が開始されたんだ。この T-72 は車高が低く軽量な車体に高火力な 125mm 滑空砲を搭載し、車体砲塔の前面を、複合装甲とするなど西側第三世代戦車で主流となる技術をいち早く採用しているんだぜ。強すぎない？ああ。そのため、同世代戦車の中では攻撃力、機動力、防御力の、バランスに優れているとされていて、強すぎるんだぜ。まあ、もうおじいちゃん戦車ですし。これが、T-72 は生産開始以降大規模な改修が繰り返し行われており、2012年よりロシア連邦軍で、配備が開始された T-72B3 は第三世代主力戦車に相当する性能を持つとされているんだな。震え。また、第三世代主力戦車 T-90 は、本社をベースとして開発されていて、旧ソ連構成諸国や、旧東側諸国ではそれぞれの生産技術をもとに数多くのバリエーションを開発しているんだぜ。やっぱりロシアは兵器大国じゃないか確信。まあ、T-72 はウクライナの戦闘で多数の車両が投入され、先ほど紹介したように多くの車両がウクライナ軍に路角化撃破されているんだがな。なんだよ、ウクライナも化け物かよ。ウクライナもすごいだろ。この戦火は、ウクライナ軍の戦車などの装甲車両との、戦闘ではなく、ジャベリンなどの携行式対戦車ミサイルによるものとされているがな。それでもすごいわ。さて、このようにウクライナにおいて、多数の T-72 が撃破されているが、T-72 が戦闘で多数撃破されたのは今回が初めてではないんだぜ。最強戦車なのに？ああ。1991年の湾岸戦争と2003年のイラク戦争では、T-72 はアメリカの、M1A1 エイブラムスやチャレンジャー12といった西側諸国の第三世代戦車と対戦したわけだ。この時、T-72 は一方的な敗北を喫してしまうんだぜ。どうせ、アメリカ側にアベンジャーでもいたんでしょ。いなかったと思うが、この時、イラク軍が使用していたのは、T-72M や T-72M1 といった輸出用の型だったわけだ。ロシアがイラクに渡した兵器だったのね。だが、これらはロシア国内向けに配備されていた T-72 よりも、かなりスペックを落としたモンキーモデルと呼ばれるものだったんだぜ。モンキーモデルとか、ロシアもやるなぁ。しかし、スペックを落として輸出されたとはいえ、T-72 の信頼性に傷がついたのは、確かだったんだな。この教訓を踏まえ、ロシアは T-72 に改良を加え、現在も使っているというわけだぜ。もう、ロシアに負けは許されないからね。その通りで、先ほど紹介したように、T-72B3 は西側の第三世代主力戦車にも、引けを取らないと言われるほど改良されていたんだ。しかし、今回の、ウクライナ侵攻で、T-72 の信頼性にまたも傷がついてしまったというわけだぜ。傷つきまくりだなぁわら。さて、次は T-80 戦車だ。これは、T-64 をベースに開発された車両で、1975年に生産が開始された戦車なんだぜ。ふむふむ。そんな T-80 は出力があるガスタービンエンジンを搭載しているんだ。その手法は、125mm 滑空砲で、他にも様々なシステムを装備しているんだぜ。どんなシステムなのよ？なんと、T-72 に搭載されたものより高性能な射撃管制システムを搭載しているんだ。なんだ、ただの最強か。しかも、装甲は複合装甲を採用し、エンジンも1000馬力級のガスタービンエンジンを搭載し、T-72 と同等の火力とそれ以上の防御力、機動力、射撃性能を持った高性能戦車なんだぜ。まさに、T-72 の上位互換。しかし、T-80 には多くの問題があったんだ。やっぱり？ああ。どうやら、
ガスタービンエンジンの耐用時間はたったの。500時間しかなく不具合が多く、燃費も非常に悪いとのことなんだぜ。なんだ、ただの高燃費戦車か。また、最新かつ複雑な構造の装備だったために整備の信頼性が低く、非常に高いコストがかかる装備になってしまったんだ。高いのはちょっとねえ、値上げの時代ですし。まあ、整備の信頼性やエンジンの耐用時間はエンジンの回収など、様々な改良を加えることでクリアしたんだぜ。ほほう。それにより、改良型ではマシになったものの、ガスタービンエンジン自体の燃費の悪さと、最新装備を搭載したことによる高コスト化はどうしようもない状況だったんだな。コストが上がれば、ロシアの財政を圧迫しますし、そのため、総生産台数は T72 よりも少ない5000両となってしまったんだぜ。なるほどね。そして、現在のロシア軍に配備されているのは、T72 と同じように官能爆発反応装甲の追加、エンジンの改良、各種電子設備の改良が施された T80BV、T80U 型なんだ。まあ、最強戦車には変わりないわ。だが、T80 は皮肉なことにウクライナ軍も使っているんだぜ。なんですと？実は、T80U 型の複雑な構造とガスタービンエンジンをディーゼルエンジンに、換装するなど改良が施されたのはいいんだが、改良型の生産工場はウクライナにあったんだな。どんな状況だよ、驚愕。まあ、そのため、ウクライナ陸軍でそのまま使用されているというわけだぜ。所用無常っすな。最後に紹介するのが T90 だ。これは1992年にロシア連邦軍に、正式採用された車両で、ロシア陸軍の主力として配備されているんだぜ。ふむふむ。また、ロシア陸軍が主力としている戦車の中では実質的に最新のものなんだ。そうなの？ああ。ソ連の深刻な経済危機を受け、T72 の設計を元にした新型戦車だからな。それまではどうしてたのよ？それまでは T72 と T80 の2本立てだったんだ。だが、経済危機を受け、2本立てをしている余裕がなくなってしまったんだな。そこで新型戦車に一本化されたというわけね。そういうとこだ。そんな T90 の主砲は、2A46-125mm 滑空砲で、T72 の主砲を改良したものなんだぜ。また、T72 の改良型か。しかも、鉄鋼弾、ヒート、榴弾といった現代戦車で使用している一般的な弾薬の使用が可能なんだ。そういうとこだけ今風にしなくても、その他、レフレークス対戦車ミサイルの発射が可能で、装甲などの防御装備も改良されているんだぜ。なんだ、今日の動画の中で、こいつが一番最強か。その通りで、積層装甲と新型の爆発反応装甲コンタクト5も採用しているからな。ほほう。他にも、赤外線監視装置や、赤外線誘導方式の対戦車ミサイルへの、対抗策として、ミサイル警報装置を搭載しているんだぜ。危険な存在ね。さて、初期型の T90 では、V84MS を装備していたことがあるんだな。そうなの？ああ。しかし、出力が840馬力となっていて、T90 にとっては、十分ではなかったんだぜ。そのため、T90A では1000馬力の、92S2 エンジンに、T90M では1130馬力の 92S2F が搭載されているんだぜ。着々とパワーアップしてきたのね。さてさて、ここまでロシア軍の戦車を紹介してきたわけだ。うんうん。それでは最後に、なぜ苦戦しているのかを紹介していくぜ。お願いね。メディアの報道によると、構造的な欠陥があるということで、これがロシアが苦戦している理由だと思われるんだ。致命的な欠陥？ああ。例えば、T72 では、乗員の乗っている場所の真下に主弾薬庫と予備弾薬を搭載しているんだな。ふむふむ。そのため、被弾時に弾薬に引火してしまうと大きな爆発が起こってしまうんだ。は？しかも、この炎は数秒で数千度にまで達し、車内を焼き尽くし、砲塔を吹き飛ばしてしまうほどなんだぜ。なんですと？これがびっくり箱と言われるゆえんなんだ。とはいえ、ロシア軍の戦車の構造が不合理というわけでもないんだぜ。どういうこと？そもそも、弾薬庫の位置は車体の下部に設置してあっても、おかしいことではなく、むしろ合理的とされているんだ。ほほう。そして、戦車で一番被弾率が高いのは砲塔部分なんだぜ。そのため、砲塔に、予備弾薬を搭載しないことで、砲塔を小型化することが望まれるんだな。砲塔を小型化すれば、被弾率を下げることができるものね。そうなんだぜ。また、弾薬庫も無防備というわけではないんだ。そうなの？実は、弾薬庫の周囲は厚さ数ミリの装甲で覆われており、最低限の防御は施されているんだぜ。まあ、当たり前っちゃ当たり前だけど。そして、予備弾薬も一部は燃料タンクの中の筒に保存できるようになっているんだ。
これにより、燃料タンクの外装と周囲の燃料が弾薬を守っているんだぜ。燃料タンクに弾薬を入れて大丈夫なの？不安に思うかもしれないが、ほとんどの現代の主力戦車に採用されている。ディーゼルエンジンの燃料は軽油で、ガソリンと違い引火することはほぼないんだ。なるほど。もちろん、火災を起こしたとしても、防護装置を搭載しているから、大丈夫なんだぜ。でも、ロシアの戦車はすぐやられてしまうんでしょ？ウクライナで活躍しているジャベリンのような。戦車ミサイルは、ロシア戦車の装甲が薄い上部を狙ってくるからな。戦車が生き残るのは難しい時代なのね。だが、先ほども紹介したように、ウクライナ軍も同じ戦車を使っているわけだ。あ、そうでしたわら。しかし、強調されるのはロシア軍戦車の脆弱性ばかりなんだぜ。同じものを使っているにもかかわらず、なぜロシア軍の戦車はダメなのかしら。これは戦車の性能だけではなく、その使い方などが原因と言えるだろうな。つまり、プーちゃんは戦争なんて仕掛けなければよかったのね。その通りだぜ。さて、開戦から1年が過ぎ、開戦当初のロシア軍の行動が徐々に明らかになってきたわけだ。もともとは、ロシアの作戦行動が誤っていたとされているが、ウクライナ軍の行動や、ウクライナ政府の動きを見ていると、実はかなり成功していたことがわかるんだぜ。プーちゃんも無能じゃないからね。ああ、ゼレンスキー大統領がキーウに留まると判断しなければ、キーウが陥落していたとしてもおかしくはなかったんだな。ウクライナが粘ったから、ロシア軍に誤算が生じたんだわ。補給ができず、ロシアの指揮統制系統が硬直化していたことも、ウクライナ軍の反撃に対応しきれなかった理由だぜ。もう、ウクライナの勝ちでいいんじゃないの？いや、その後、ウクライナでの戦訓を経て、新しいドクトリンではなく、従来の消耗戦を基盤としたドクトリンに移行しているとされているんだ。それじゃ、これからは、皮肉なことにウクライナ軍にとっては厳しい状況となる可能性が高いんだぜ。今後のウクライナ情勢から目が離せないわね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。